はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロストヒーローズ2、前回の続きからやっていきたいと思います。雷が5回落ちてビビって逃げ帰ったところからですね、まあ、ここまで再び戻ってくるのに結構苦労しました。やっぱりワープゾーンちょっとあんまり覚えてなかったんで、まあとりあえずこのまま先へ進んでいきましょう。アクティブクロークは使ってあるんでノーエンカウントですね。ギガライフキーと、なんか怒りそう。怒ったー。あれ、メヒラス星人じゃん。ようこそいらっしゃいました、ヒーロー諸君。メヒラス星人、鎧をつけている。お前は？私はアーマードメフィラス、魔導のスライです。さて、あなた方のお相手は我々がお引き受けしましょう。我らダークネス5がね。5人いるの、もしかして。ヒッポリト星人、地獄のジャンダール、地獄のギャタールだしテンペラー星人、極悪のヴィラニアス、クローザー星系人氷結のグロッケン、読めない。そしてこいつがデレス星雲人、炎上のデスローグだってよ。おお、ダークネス5、かっこつけやがって。私たちはリジスの力によって目覚めました。貴様を倒し、あのお方を復活させるためにな。あのお方、ひょひょひょ、脳書きはいらん。こんな奴らはこの私一人で十分だ。うん、一人でいいよ。待ちなさい、ジャタール、照らしは見よう。お前たちはそこで見ていろ。お、一人5人来られるときついからな、やっぱり。よしよしよし、1体だったらもうボコしてやるよ。いけー。これもう一回攻撃いけんじゃね。ほらほら、おお、何、戦闘不能になったってちょっと余裕かますぎた。一撃死のやつか。最近スタンが効かないっすね、やっぱり。こいつは一応もう回復に勝てろ。おお、300か。いや、でももうそろそろ倒せそう。うん、こいつらだったら5体使ってきても、いや5体はさすがに無理だなあ、レベル2使ってない。まあいっかな、このターンで終わりだ。よーし、1体ずつ来てくれれば倒せる。地獄のジャタール、1体ずつ来なさい、1体ずつ。おお、怨念倒したぞ。さあ次は誰だ。あっという間にダークネス4になっちまったじゃねえか。貴様ら許さんぞ。待ちなさい、こう焦ってはジャタールの二の舞になりますよ。ここは一旦引いて立て直しましょう。お、珍しい、敵が引くやつら追うぞ。 OK だ、倒せダークネス5。いや、もうダークネス4じゃないの。あれ、ここは、あ、普通の扉か。あれ、こっちか、道が分からなくなった。ここも広場っぽいな。ヒットポイントは単位がちょっと減ってるけど大丈夫か。ははは、待っていたぞ。次はお前か。そう、我が輩が相手だ。なんてこう一体ずつかかるんだろうメフィラスの忠告何も聞いてなかったのかな、こいつ。何が無効になった。射撃が無効になった。無効が切れた。己、いつもの戦いができん。相棒さえいれば。珍しいな、戦闘中にこんなイベントが起きるなんて。助太刀は欲しくないか。誰だ。我が輩はイカルス星人だいか。相棒ってのは例の暴君怪獣じゃないか。ああ、
我が輩に任せてみないか。イカルス星人、まさかお前、いかかかか、そのまさかに決まっているじゃないか。イカルス星人は手にしたスパークドールズを次々とリードしていった。そして最後にダークダミースパークを自分自身に押し当てリードした。イカルス星人合体タイラント。タイラント7体の優れた部分が合体した暴君怪獣タイラントだ。こいつは手強いぞ。おお、我が相棒、即席だがタイラントには間違いない。テンペラー星人、極悪のバニラミアス様と暴君怪獣タイラント、名付けて極暴タッグよ。極暴タッグ、それは冗談のつもりか。極暴タッグのどこがおかしい。そのセンスどうかしてるぜ。ぶっ潰してやる。あれ、今まで当てたダメージはどうなってんの。おいおい、全回復してるじゃないか。こっちは減ってるってのに。とりあえず1体ずつだな。スパンしてくれればな、だいぶ助かるんだけど。まあそうもいかんだろうな。回復しよう。痛い。おお、やばいな。2体になるとちょっとつらい。うわー、プレッシャー。早すぎてわかんない展開が。とりあえず自分で回復しよう。万能ライフキット、おお、上昇効果打ち消してきてるよ。やっぱり痛いな。アストラでターンウェイを上げて、こいつはずっとヒールレインだな。射撃無効か。おお、ターンウェイめっちゃパワーあんな今思うと。カウンターか。最後に発動してくんのね。もう一ターンかかるか復活すんのに。じゃあ自分に行こうか。腕のハサミからビームして、よし、次だな、高攻撃行くぜ。とりあえず左のビラニアスは倒す。ライザーソード、あ、月光町といえば敵全体だ。これでどうだ。2400、8000、超強いな。わー、これはちょっと耐えないといけないんで。ダブローがパワーが低いな。これはまだ、これだけか。発動したのがまたスタンをちょっと中心に。何、無効化された。何が無効化するんだこいつ。この2つは当たったから。射撃か。うわー、ひるんだ。こいつ1体だったらなんとかなりそうだな。
回いける。タイランと一体は弱いな。よし、押していきましょう。いや、これちょっと使おう。ウルトラマンが多分次で切れちゃいますからね、青タイマーが。ライザーソードが使えなかったけどしょうがない。シャイニングエメリウムで一回大ダメージを与えときましょう。ほら、超強い。うわー、下がった。で、あとはトランザムコンボで普通に攻撃をしていけば多分倒せんな。こいつも攻撃に入ろう。ファイナルウルティメイトゼロ、よし、これにしようっと。プリズムブレイク、よーし、めっちゃ強い。レベルアップ、よし、こいつもチップをゲット。怨念めっちゃ溜まってるな。これでは足りないようですね。何、捨て駒か。おい、どういうことだ。敵を倒すと奇妙なエネルギー体が発生するようだ。それが何か関係しているんじゃないか。だとしたらこれ以上うかつに手を出せないな。だが手をこまねいというわけにもいかないだろう。魔導のスライってやつをとっ捕まえるしかねえな。マジか、こいつらは捨て駒か。そしてSP なーい。ちょっとターン A の SP がないっす。あれ、これ戻ってるし、間違えた、こっちだ。中継地点が欲しいけどな、全く中継地点がないな。ここは始まった。シュー、突然ヒーローたちは凄まじい霊気を感じた。なんだなんだ、瞬く間に足元から氷で固められ身動きが取れなくなってしまった。しまった、ヒッヒッヒ、氷結のグロッケンだ、よろしく。ぼーっ、ぐわっ、今度は炎か。ゴッゴー、冷たいやつの次は熱いやつだ。どうだ、バランスがいいだろう。ヒッヒー、さあ手柄は俺たちでいただいちまうぜ。ゴー、ターン A が SP ないのにバックアタック食らってるし、おお、一気にピンチになってる。バスターソード、2回しか使えないもん。これはどうしようかな。集中的にダブルを回復させましょう。スタンしろ、スタンしろ。スタンどころかかわされてるし、結構食らうな。さあターン A どうする。普通に攻撃するしかないかも。ブレード、おお、腕やばい、結構食らった。こいつだな。ターン A を集中的に回復させましょう。ターン A たらヒットポイントめっちゃだけ、1999とかで。うわ、900も食らったよ。暴れまーす。お、やった、ミスだ。こいつはもう戻ってるか。よし、ちょっと一旦ラッシュをかけよう。倒せるかな。ライザーソードの月光町のシャイニングエメリウム、こいつはどうしよう。攻撃に入ろう。ゴールデンエクストリーム、2600、7000、5600、ダメだ、倒せない多分。
やばい。そしてこっちがピンチになる。ガード、ガード。こいつ使いたいけどな。ちょっと使っちゃおう。ダブルオー。頼む、倒してくれ。よし、ナイスだ。回復。うお、ひるんだ。諦めるか。いやー、二回行動になってるけど。こいつはヒルミ。一応ヒールレイン2。あ、間違ってガードしちゃったよ。よーし、このままガンガン行きましょう。もう SP ないけど、あと1回アストラ使って終わりだな。こいつ炎だっけ、氷に弱いとか。氷持ってねえし。うわ、使ってくんのか。ヒール3先に間に合うか。間に合った。とりあえずここはガードでしのぎましょう。今はこれなんだっけ、この力を使って。でもなんか攻撃するな、ガンダムだ。よし、じゃあちょっと一ターンしかないからもう一ターン貯めてからにしようっと。攻撃、攻撃で、メテオで溜めよう。よし、2溜まった。死にそうなやつが1人いるけど、ライターソード絶好調。器回復、もう1ターン、ランザーコンボ、ターン A コンボ。あ、こっち使おう。やっぱりどうしようかな、攻撃しようかな、溜まってるから攻撃しよう。よーし、超強いな、このクロスオーバーが超強い。よし、あとはメフィラスだけか。また怨念が。魔導のスライか。これでもまだ足りない。やはり見ていたか、何を企んでいるんだ。うん、出直した方が良さそうですね。お前の絶望が必要だ。また逃げるのか。待て、魔導のスライを追うぞ。ターン A 回復したな、レベルが上がって。このまま行こう。おお、回復しちゃーん。かなりいいタイミングでありましたね。またワープの日々が続くのか。そうすると、ここは始まらないか。ちょっと広めかなと思ったけど、マップが広い。これよりミッションを開始する。メズール、ん、ここは広い、確実に広いぞ。一回全回復しておきましょう。よし、行くぜ。魔導のスライ、何をしている。ヒーローどもが近くまで来ているぞ。そうは言うが、ターン X、 あの方は本当に復活されるのでしょうね。当然だ、あと少し、あと少しで貴様の言うあのお方は復活する。
あと少しですか。いいでしょう。見つけたぜ。いいところに来ましたね。仕上げは私自身の手で行いましょう。仕上げ？何のことだ。知らんのか。闇と光のぶつかり合いで生まれるエネルギーよ。ダークネス5もリジェスに蓄えられた邪のエネルギーで目覚めた。邪の連鎖はやがて奴を復活させる。おっと失礼、あの方だったな。戦えば戦うほど敵が有利になるってことか。まあそういうことになるな。ちその迷い、今こそがチャンスです。だからって引き下がるわけにはいかねえ。宇宙のワルは全部ぶっ倒す。え、2人？あ、スライだけね。ターン X も来たらちょっとヤバすぎたからな。よし、これでいつもの通りに。痛い。まあ、最初はこんなもんですよね。中盤から敵が強くなってくるからな、いきなり。やっぱり上昇効果打ち消しは普通に使ってくるな、みんな。いたいた。ターン A ヒットポイント高いから結構いいな。回復しないで済む。とはいえ一回回復しないとまずい。ウルトラマン赤タイマーの時めっちゃ弱くなってんな。よし、これで行くぜ。ダッシュ2。ライザーソードの月光蝶のシャイニングエメリウムのこいつは回復。ウルトラマンが、うお、はい、トランタムコンボ。あ、そうだ、こいつあれだ、例の、これどうしよっかな。倒せそうな気がするからこいつも攻撃に入ろう。これが強い。2万、ひるんだ。しかもオッケー、魔導のスライ。これであのお方が復活しそう。うおー、たとえこの身が滅んでもそれであのお方が蘇るのならば。蘇ったか。おお、ついに時が来たようだな。アーマードダークネスじゃん。ははは、お前は。ああ、カイザーダークネス様、よくぞ復活されま。宇宙最強の悪が復活したぞ。おお、よう久しぶりでもねえか、ロストヒーローども。喋った。喋る知能。あ、ベリアルじゃん。よく見れば。違うな、俺様は暗黒大皇帝カイザーダークネス。覚えとけ。カイザーダークネス、てめえか。ご大層なもん着込みやがってよ。こいついい鎧だ。ヒーローどもへの恨みがこもった一級品よ。ベリアルの怨念とアーマードダークネスが融合して復活を果たしたのだ。よくやったターン X、 これで3人揃った。準備は完了だ。ん？あと1人足りないのではないか。ふふふ、僕を忘れてないかい。グレムリン？こんな崖に何ができる？それはどうかな？
グレムリンは手にしていた賢者の石を見せた。賢者の石。そう、これは賢者の石、究極の魔法石さ。何をするつもりだ。これをこうするのさ。グレムリンは賢者の石を自分の胸に押し当てると力いっぱいにねじ込んだ。うわー。すごい進化したというのか。ははははは、僕は究極の力を得た。うわあ、ははは、こりゃいい。ふん、なかなかやるじゃねえか。お前たちは。リジスはこれより全ての宇宙に対し融合計画を発動する。彼ら3人はその前線指揮を担う。そう、リジス三軍神だ。さて、そろそろ私の出番のようだね。そうだな。あとは選ばれし者であるサジタリウスノーバがリジェスコアに接触すれば、リジェスは我らの思いのままだ。なんだって？そんなことさせるか。遅い。はっ。何？こちらだ。うわ、その程度か。うわ、うん、まだ動けるようだな。うう、このままではまずい。一旦引くぞ。あ、おっと、逃げるつもりか。まあ待て、カイザーダークネス。ん？諸君は所定のフィールドで計画の準備にかかってくれ。なんだと？ヒーローどもの抹殺は我々に任せておけ。ちっ、例のフィートだね。了解した。我々もコアのもとへ。だがヒーローどもは、奴らの始末は大いなる闇に任せようと言うと、邪神ガタの像はだ。あ、拠点までは撤退しないんだ。あ、と思ったらこいつを召喚したのか。うわー、あ、拠点まで撤退してる。撤退したヒーローたちは回復と体制を立て直すため拠点に戻っていた。リジェスの三軍神か、厄介な連中が揃ったな。だが一番の脅威はサジタリウス・ノバだろう。ああ、やつがリジェスコアに接触したら、リジェスは敵の思うままにできるようだ。何としても阻止せねば。よし、すぐに行こう。あ、ちょっといいっすか。やつがダークネビラを利用してリジェスコアにワープするつもりなら、それなりに広い場所でやると思うんだ。なぜだ？ワープするときに衝撃波が発生するらしいんだ。それがとんでもねえ威力だって言うから。なるほど、どこかの広い場所か。どこかの広場か。ワープするということは必ずしもリジェスコアの近くである必要はないな。それだけでは奴の行き先を絞るのは難しいが、一つの方針として広場を重点的に探ろう。わかった、別動隊も出せるか。ほとんどの仲間は各キューブで戦闘中だ。すぐに呼び出せるかどうか。ピピー。お、マウンテンキューブのフラットからだ。どうした？奇妙なエネルギー体が発生しているんだ。エネルギー体？ああ、凄まじい闇の力を放っている。場所は？洞窟の中だ。ここはかなり奥の方だな。何が起きているんだ。しばらく調査を続けてみる。ああ、頼んだぞ。リジスの計画に関連しているのか。そう考えるのが順当だろうな。他のキューブでも異変が起きている可能性があるな。別動隊は引き戻さない方がいいんじゃないか。あの、メイジ、もし私たちにできることがあれば言ってください。けど体の方はもういいのか。大丈夫です。すっかり良くなりました。お前たち、やってくれるか。はい、お役に立てれば何でも。手分けしてサジタリウスを咲かせるな。よし、連絡を取りつつ効率よく行こう。ヒーローたちは引き続き先を目指せ。了解。明治たちは広場を中心に捜査を進めるんだ。わかりました。光、ちょっといいかしら。どうした？今の話と関連があるかわからないけど、封印したかけらの力が弱まっているようなの。
闇の力が弱まっているということか。キューブ内とは真逆だな。そうね、わかった。引き続きモニターを続けてくれ。お、ライダーメイジのチップ。いて暗躍、サジタリウス暗躍かな。はい、というところで、じゃあなんかなんちゃら軍神みたいなのが出てきて、結構もう強キャラのボスしか残ってない感じですね。じゃあこの続きまた次回からやっていきたいと思いますので、今回はこれで終了します。